輪島市にある工房長屋。普段は漆器の製作体験や職人たちのギャラリー見学などができるこの場所に、黙々と作業にふける女性がいました。漆芸家のスザーン・ロスさん。もう寂しすぎ、本当は漆で直さないといけないけど、漆がない、道具がない、だからもうとにかく今は木工ボンでなんとかくっついて、もう新作でもう悲しすぎ。今から34年前、イギリスの美術館で出会った輪島塗の魅力に惹かれ、輪島市へ移住したスザーンさん。以来、作品制作や講演会などを通して輪島、奥能登の魅力を世界に発信し続けてきました。そうした最中に襲った今回の大地震。スザーンさんの自宅兼作業場も土砂崩れの被害に。かろうじて無事だったこのギャラリーに避難し、作品の修復作業を行っています。家がない、もうしょうがないけど、一番辛いは仕事場。仕事場と何年間、30年間以上の道具、もうその手に入れない道具もあったし、それしか残ってない。作業場にあったハケやヘラなど大切に使ってきた仕事道具をほとんど失ってしまいました。今年はコロナ禍を経て、外国人向けの体験教室も計画するなど、まさにこれからという時期でした。どうやって回復できる、もうこの町はどうになるかわからない。もう職人、もう輪島塗りはボンボン燃えて、もう割ってるし、もうで、もう輪島塗りこれでおしまいかもしれないよ。輪島漆器商工業協同組合に加盟する103社のうち、12社の事業所が火災により焼失。また地震の揺れにより市内のおよそ8割の事業所が全壊や半壊となるなど、作業場を失った職人が多くいます。創業およそ200年の田屋漆器店。明かりのない中、事務所の片付け作業を行うのは代表の田屋隆博さんです。こっち側が事務所ですね。事務所で右奥に、商品の検品とか梱包、あと配送する場所があるんですね。輪島塗りといったら入れる箱なんですけど、でこんな感じなんですけどね、もう使えないじゃないですか。はいはい、はい、いや輪島塗りだけじゃなくて、はい、この箱とか備品とかも、備品とか梱包用資材も全部ダメなんで、はい、お皿やお椀などおよそ4億円分の在庫を保管していた事務所や作業場は倒壊。そして1月末に朝市通りにオープン予定だったギャラリーも1日の大規模火災で全焼しました。わずかでも無事な商品が残っていないか、散乱する事務所で仕分け作業を行っています。大事な人との再会みたいな感じですよね。おお生きてたかみたいな、無事でよかった、怪我ないねみたいな感じですよね。綺麗ですよね。綺麗です。生きてるんですよ。いや綺麗だなと思って。絶対にこの漆器店を復活させたい、そうした思いから田屋さんが始めたのがクラウドファンディングです。その思いに共感し、全国から支援金が寄せられ、開始から2週間余りで3700万円以上が集まりました。サイトには2000近くの応援コメントも。
こを乗り越えて新しい輪島塗りの歴史を作っていけるのかなというか、応援してくださっている方にその復興のプロセスっていうのをちょっとずつお見せして、一緒にこう輪島塗りの復興の夢を見て前に進んでいきたいなと思うので。一方、スザーンさんは職人仲間の力を借り、修復した漆器を一堂に集めた作品展を今年の春に大阪と長野で開催。すでに金沢市内で新しい作業場を作る目処が立ち、10月にはそこで作った新作の展示会も。輪島塗りは決して地震には負けない。職人たちは強い思いを持って前に進み続けます。能越自動車道の能登里山空港インターチェンジと穴水インターチェンジの間は能登半島地震の影響で現在通行止めとなっています。能越自動車道を管轄する金沢河川国道事務所は昨日、今週末をめどに輪島方面への通行止めを解除すると発表しました。解除後は現在穴水方面への一方通行となっている能登三井インターチェンジと能登里山空港インターチェンジの間は輪島方面への一方通行に切り替えます。これにより輪島方面に向かう場合、穴水インターチェンジから能登三井インターチェンジまで通行できるようになり、アクセスが改善されます。輪島への移動がスムーズになることが期待されます。支援物資の輸送をはじめ復旧を円滑に進めるため、不要不急の用事で能登に入ることは控えてください。復旧作業は続くため40キロの速度制限となります。国交省金沢河川国道事務所は全面通行となる時期は未定で時間を要するとしています。はい、志賀町役場からお伝えします。元日の地震で最大震度7を観測した志賀町、こちら役場の前の道路でもひび割れて隆起しているところや崩れ落ちている場所などが残り、その爪痕が今も残っています。そんな志賀町ではこれまでに4524棟の住宅の被害が確認されています。また現在1000人近い人が町内の避難所で生活をしているほか、町の半数にあたるおよそ4000戸で断水が続いています。今日は懸命な通水作業の様子を取材してきました。今日取材したのは志賀町役場から近い福野での通水作業。異常なしです。応援できている埼玉県水道局の職員が専用の機器を使って漏水のチェックをしていきます。その場でコンクリートをめくり、地面を掘り下げて水道管を確認、修繕作業を行いました。近くの住宅では、一月ぐらい出てなかったんで、こうやって出るとやっぱ水がいかに大切なんだっていうのが改めて実感しますね。町内では依然として半数にあたるおよそ4000戸で断水が続いていますが、昨日1日で100戸以上の断水が解消するなど、復旧に向け一歩一歩歩みを進めています。ではここからは志賀町の稲岡健太郎町長にお話伺っていきます。大変な中お時間いただきましてありがとうございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ではまず発災から間もなく1ヶ月が経とうとしています。志賀町の今の課題をどう考えているか お伝えください。やはり一番の課題は断水の解消だと思っています。県や国にお願いして、日本中から今支援の方々に来ていただいて、少しずつですが着実に断水の解消に向けて進めていますが、さらに人員を増強して
さらなるスピードアップを図っていきたいと、そう思っています。今日復旧の作業を見ていて、で現状としても 55% まで断水の解消が進んでいるということで、そのスピード感というのも感じるんですけれども、やはりここは一番力を入れているところでもあるんでしょうか。おっしゃる通りです。さらにスピードアップを図るためにさらなる増強をお願いしているところですが、まだまだご不便をおかけしている方たくさんおいでますので、なるべく早く断水を解消するようさらに努めてまいりたいと思っております。今日避難所でお話を伺う中で、水は通っているけれどもひびの入った家で過ごすのが怖くて夜は避難所で過ごすという方もいらっしゃいました。やはり生活再建、住宅への手当というところも気になるところなんですが、そのあたりはどのようにお考えでしょうか。住民の皆さんがやはり断水の次に不安になっているのが住まいの心配、それも今広い地面を探して、そして安心な地面を探して県の方に提示して、応急の仮設住宅は県の事業でございますので、県の方に早く建てていただくようお願いしているところです。ありがとうございます。そして水道のところ話ちょっと戻るんですけれども、今2月末の復旧を目指しているということですが、このスピード感を持っていくともう少し早く復旧するという可能性もあるんですかね。あると思います。断言はできませんが、今本当に日本中からのご支援のおかげで思った以上に早く進んでいるなという印象です。ライフラインの復旧待ちわびていた方も多いかと思います。嬉しい知らせもある一方で、やはり志賀町というと気になるのが原発だと思います。今後再稼働した時にやはり地震が怖いというような意見も住民から出ていますけれども、このあたりはどのようにお考えでしょうか。さまざまな報道なされていますが、町としましては国あるいは原子力規制委員会の方に科学的根拠に基づいた厳格な審査を進めていただいて、地域住民はもとより国民にその説明責任を果たしていただきますようお願いするだけかなと思っております。町長選挙の時には原発の再稼働についてのお話もあったということなんですけれども、現状に関しては原発については今すぐ稼働というような話ではないということでしょうかね。今はその段階ではないかなと思っております。では今後これからさらなる復旧復興というところが求められてくると思いますけれども、復興に向けて町長から皆さんにメッセージをお願いいたします。先日長谷知事にご視察いただいたときにも、必ず力になるから何でも言ってほしいと大変力強い言葉をいただきました。県や国そして日本中の方々からのご支援をいただきながら、必ず皆様が住む場所そして帰る場所を用意いたします。まだまだご不便をおかけするかもしれませんが、共に頑張っていきましょう。ありがとうございました。稲岡町長自身も被災されている中でも大変貴重なお時間いただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。以上、志賀町から中継でお伝えしました。はい、私は内灘町にいます。こちら電柱なんですけど、分かりますでしょうか。私の目線の高さに電線が来てしまうほど沈み込んでしまっています。こちらは液状化が深刻で、珠洲市や輪島市で見られるものとは違った被害が広がっています。地元の男性は地震後時間をかけて家が沈み続けたと話していました。どうしようもない感じになりましたよね。最初は亀裂で、もうほとんどここで液状化が線が上がってきたと、それにずられてだんだんだんと下がってきましたね。日が経つと沈む量が多くなりましたね。最初はもう水がバーッと出て砂も出たので、でここから向こうはもうほとんど田んぼだったんです。砂丘の砂を取って埋め立てて。男性が見せてくれた子どもの頃の写真には、この辺りに沼や田んぼが広がっていました。内灘町は砂丘のふもとにあり、湖を埋め立ててできています。こうした中、今朝から地質学などを研究する金沢大学の専門家らが内灘町でドローンを使った詳細な調査を行いました。
ドローンからは通常のカメラに加えレーザー光を使用した地面の起伏の詳細な撮影も並行して行われました。あと34秒。はい。気象下によって緩く斜面傾斜がついたと傾斜面がこう干潟側にこう滑るってことです。だから地滑りが起きます。ただこの辺りで急速にあの干潟側の傾斜が水平に近づくのでこちら側はあんまり滑らないです。で滑る側と滑らない側の境界でこうこっちが動きませんからこうやって押し上げてしまってこの境界ではこの押し合う力が働いて道路がこうめくれるというような形になります。内灘町には砂丘があるのですが地震で砂の層が液状化し地盤が道路や建物ごと傾斜をずれ下りその先にある水平な地盤に乗り上げたと分析しています。専門家は空からの画像データに加え吹き出している砂の成分なども分析し内灘町の地形と液状化との関係をさらに詳しく調べていくということです。今日内灘町を石川県の長谷知事が視察しなぜここで深刻な液状化が発生したのか、防災に強い町づくりのためにも徹底した調査を行う考えを示していました。以上内灘町から中継でした。今朝これまで避難所になっていた町間市の町の小学校では今日から授業が再開されました。全校児童44人のうち多くが市外に避難していますが今朝は地区に残っている児童10人ほどが登校友達との再会を喜びました。みんなで会えると、まあ、一人で会えるように嬉しいです。先生と会ったのはいつぶり？1ヶ月くらい。1ヶ月ぶり。久しぶりだねって言われました。子どもたちが心を癒す場所であってほしいし、ここへ来ればみんなに会えて嬉しいなっていう場所であってほしいなと思っています。その和知間市では、仮設住宅の建設が急ピッチで進んでいます。市内にあるキリコ会館では明日最初の仮設住宅18戸が完成する見込みです。仮設住宅の間取りは 1DK で寒さを防ぐため窓は三重のガラスになっていて木のぬくもりを感じられる作りになっています。明日市に引き渡され被災者の受け入れを進めていく予定です。珠洲市では瓦礫の撤去作業が本格的に始まっています。珠洲市宝龍町では地震と津波によって倒壊した家屋が道路に流れ込んでいましたがその撤去作業が行われています。珠洲市では家屋の半数にあたるおよそ3000戸が全壊。今朝は宝龍町春日野地区で重機による撤去作業が行われました。市は住民の許可が得られ次第道に散乱した家屋の瓦礫をもともとあった敷地に集める作業を進めています。車通ってもらわないと多分ここの家の被害の人も全然見に来れないはずなんですよ。そういうようなボランティアの人もこうやって大きい機械も持ってきてくれるのですごく助かりますね。市内は今もほぼ全域で断水が続いており撤去作業が進むことで復旧に向けた動きが加速することが期待されます。一方穴水町には住民自らが道路の復旧工事を行い孤立を解消させた地区があります。この辺からもう道路落ちてましたよね。あの辺でも段差が30センチから40センチあったんです。復旧工事を行った田畑勝彦さんです。震度6強を観測した穴水町にある下唐川地区では主要な県道が寸断するなど住民やその家族など60人余りが一時孤立状態となりました。帰省されている方の方が半分ほどだったんです。でその方がもはや帰りたいとかって言われたもんで家族の皆さんも返してあげたいという気持ちが結構あったもんですから
重機の運転免許を持つ田畑さん、自宅が倒壊する被害があったにもかかわらず、最優先で道路の復旧工事を進めることを決めました。別の工事に使われていた重機の持ち主に連絡し、住民10人ほどで復旧作業を進めました。重機で出してそこへ持ってって、で陥没段差を埋めて鳴らしたという感じです。工事を始めておよそ2日、なんとか車1台が通れるようになり、孤立状態は解消。田畑さんは改めて住民同士の支え合いの大切さを感じています。発生当初になると、やっぱどうしても行政もまだ動けん状態になっとるやろうし、やっぱできることはやっぱ自分で、やっていけば。こちらは金沢市に隣接する内灘町。今日長谷知事が訪れ、隆起した道路や傾いた電柱など液状化の被害が出た住宅地を視察しました。また長谷知事は町内の避難所も訪れ、避難している住民と意見を交わしました。住民からは、今もおよそ630戸で続く断水の解消について尋ねる声も。だいたいいつものまで我慢してくださいとか、いつまでかってことが私らも一番知りたいところでありますので、分かり次第町長からも皆さんにお伝えいたします。視察の後、長谷知事は報道陣に対し、上下水道の配管の被害について詳細な調査を行うとともに、仮設住宅やみなし仮設住宅の準備を進める考えを示しました。3時53分になりました。鹿町の旧鹿中学校グラウンドにやってきています。隣のテレキンちゃん、久保由衣です。今日もよろしくお願いします。お願いします。お願いします。こちらは昨日から災害廃棄物の受け入れが始まりました。午前9時から午後4時まで受け付けていて、初日の昨日は402台、今日もおよそ400台の車がこちらに荷物を運び入れました。そしてこの白い看板見えますかね、ガラスですとか壁材、瓦など10種類に分別をして、こちらに荷物運び入れられます。ではどんなものあるか見ていきたいと思います。まずあちら、タンス、棚などの木材ですとか、汚れてしまったマットレスや毛布など、さらには今日特に多かったという割れてしまったガラス片や陶器などがあります。そしてさらに右の方に目移してみますと、瓦やコンクリートなど瓦礫があります。今日だけで4回瓦礫を運び入れたという方いらっしゃいました。その方は、自宅で蔵が倒壊してしまったということです。ゴミの分別が何より大変だったというお話もありました。ただ一方でまだ片付けすらままならない方もいらっしゃいます。鹿町では27日からボランティアの受け入れが始まりました。これからボランティアの活動が本格化すれば、さらに荷物の運び込みというのも増えてくるのかなという印象を受けました。以上、中継でお伝えしました。加賀市にある大正寺実業高校、観光甲子園決勝に挑むのは3年生の3人。代表を務める撮影担当の小島葵さん、取材担当の大谷直さん、そして企画担当の佐藤恵美さん。チーム名はブロッコリー、加賀の特産品です。皆さん、決勝進出おめでとうございます。ありがとうございます。地震はどうでした？大丈夫でした？私は大丈夫でした。自分は食器とかちょっと倒れちゃったりしたんですけど大丈夫です。私もお風呂とか少し壊れたんですけど大丈夫です。よかったです。さあ、今回皆さんは加賀市の観光プラン考えたんですよね。どんなプラン？はい、加賀パフェをテーマにした観光プランです。加賀パフェ、はい、あら、加賀パフェとは加賀北に野菜や加賀棒茶、器には加賀の伝統工芸品を使った加賀の魅力が詰まったパフェのことです。その加賀パフェをテーマに SDGs 修学旅行部門にエントリーし、507チームの中から決勝に進める5チームに県内で唯一選ばれたんです。加
かなりすごいじゃないですか ね。審査はどんな風に行われたんですか？こちらは私たちが作ったスライドが審査されました。タイトルは店舗などんじゃいよ修学旅行です。店舗などんじゃいよ、どういう意味ですか？と山中の方言になっていて、テンポナーはとんでもないという意味で、ドンジャイヤはどうなってるのという意味です。なんかふるさと愛も感じられますね、方言使ってるし。内容は3泊4日のプランです。加賀の有名観光地以外の場所に観光客が少ない、地産地消の意識低下、この2つの課題をオリジナルの加賀パフェ作りを通して加賀の歴史や文化を知ってもらう修学旅行です。まず最初に1日目は加賀パフェ巡りと加賀野菜の収穫体験をします。おお、面白そう。2日目に地元の高校生にあるガイドと加賀パフェに取り入れたい九谷焼きや加賀野菜などを学びます。そして3日目は、はい、1日目と2日目の発見したことを加賀の良さをテーマに加賀パフェとして形にしていくことです。4日目は実際に加賀パフェを作りをし、地域の人を招いた試食会をします。試食会も行われるんだ。はい、そうです。さあ、そのプラン2日目にある高校生ガイド、実際におすすめの場所を案内していただきましたよ。あ、ここは？ここは大聖寺城主山口宗長の菩提寺、善聖寺になります。善聖寺さん、はい、松尾芭蕉が泊まったことでも知られています。有名なお寺さんなんだね。そうです。今から佐野さんに見せたいものがあるので。見せたいもの？はい、ちょっとドキドキしちゃう。どうぞ。ここには517体もの仏像が置いてあります。517体？すごい迫力ある。初めて見ますね。この中に佐野さんにいた顔の仏像が置いてあったりするんですけれど、佐藤さんに似てるのは？私はこちらです。あら、ちょっとご尊顔拝見させていただきます。あ、似とる。似てるね。涼やかだけど、確かに愛情深い感じの目元とか。自分でどう思う？なんか似てるかもしれないな。517体もあったら、じゃあ私に似たお顔もありますかね。はい。難しい。これとかは？この心から優しそうな。うわ、上手。どうかしら。どうどう？似てますね。こんなに美しいですね、私って。嬉しい。江戸時代末期に作られた517体の仏像、自分と似た顔を探すことも楽しみの一つです。あ、2人も似てるかも。ちょっと疑問が一つ、加賀パフェと善聖寺さん、なんか、はい、やっぱりジャンルが違うような感じがして、お寺の歴史ある内容と加賀パフェの現代さを絡めて、若い方からご年配までみんな仲良く、こうすごいなみたいな。旅行日程や宿泊施設、費用までも事細かく作られた旅行プラン、プロの旅行会社の人からもアドバイスをいただいて完成させたそうなんです。料金まで、いろんな方からの協力があってできたものになってまして、はい、北陸学院大学の澤田様や株式会社 JTB の小林様にもアドバイスいただいて、プロのお墨付きもいただいてます。どんな気持ちで決勝に臨まれたいですか？実は予選では能登の高校も出場していたんです。なのでその気持ちを私たち受け継いで生徒たちに頑張っていただきたいと思います。来月4日の決勝では5分間の観光動画で審査されます。加賀パフェを通して加賀の魅力を動画で伝えるため、現在撮影やナレーションを収録しています。石川県代表のブロッコリーチーム、初のグランプリを目指しますよ。避難所などの慣れない生活で心もそして体も疲弊している方が多いと思います。少しでもリフレッシュ、リラックスしていただければと思います。ということでスタジオにはこんな方がいらっしゃってますよ、はい、ヨガインストラクターの福田いつかさんです。よろしくお願いします。福田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。福田さんは白山市在住で県内各地でヨガ教室を開いているんですが、シニア世代を対象にしたシニアヨガの講師でもあり、
お寺で行うお寺ヨガなども行っています、こちらですね。また冬場の部活動の一環として高校生にも指導したり、マタニティヨガやベビーヨガなど幅広く活躍しております。はい、私も実際にお寺のヨガを取材させていただいたことがあって、本当に気持ちいいんですよ。だからすごく楽しみにしていました、よろしくお願いします。福田さんなんですけれども、今心配されていることがあるんですよね。震災から1ヶ月ぐらい経つんですが、被災者ではない方も毎日のニュースやSNS などを通して被災地の様子を目にして悲しい気持ちになったり、あとは被災者の方の苦しみに一緒になってこう心を寄せすぎて共感しすぎて自分自身が疲れてしまうという共感疲労という言葉があるんですが、そういった状態になっている方も多いような感じがします。あとはこれからライフラインが少しずつ復旧してきても、やっぱり心の傷とかストレスとかそういった心的な負担も多いですし、そういうメンタルのケアも必要なのかなと感じてます。やっぱり知らないうちに目から、ね、飛び込んできている映像を見てやっぱ疲れてしまっているっていう方も多いのではないかなと思います。そこでちょっと国境のような限られたスペースでもできるヨガを今日はご紹介いただけるということですね。はい、嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、テレビの前の皆さんも一緒に参加してみませんか。はい、どんなことでしょうか。ではまず、では今日はヨガマットがなくても椅子に座ってできるヨガを行いたいと思うんですが、はい、本当にシニアの方でもできるような簡単な内容なので、ぜひ一緒にやっていただけたらと思います。はい、じゃまず最初に椅子に浅く腰掛けていきます。浅く、はい、背もたれを使わずに骨盤を立てて、背中をぐーっと伸ばして胸を起こします。はい、シャンとした気持ちになりますね。肩の力もストーンと抜いてリラックスしていきましょう。手の甲も腿の上に置いて、こう腕の力や指先の力も緩めていきます。はい、じゃまず呼吸から行っていくので、鼻からゆっくり息を吸って、口からふーっと次吐いていきましょう。ため息でも大丈夫です。鼻からゆっくり吸って、口からふーっと吐いていきます。次に吸うときにゆっくり下から頭を回していきましょう。はい、息を吸ってぐるっと頭を回して、吐く息で反対側から目線を落としていきます。もう一度吸ってぐるっと回して、吸いながら上に、はい、そうです。吐く息でお腹を覗き込むような形、反対回りも同じように、息を吸って見上げて、吐く息でお腹を覗き込みます。はい、でゆっくりと顔を上げていきましょう。はい、うん、ちょっと首周りがすっきりした気がします。あとなんか呼吸意識していることでちょっと落ち着いてきたというか、リラックスしてきました。これからどんどんほぐしていきたいと思うので、はいはい、今度は背中と腰をほぐしていきます。はい、両手をつなぎ合わせて、次も吸う呼吸で背中を伸ばしながら手のひらをぐーっと胸に引き寄せます。吐くときに背中を丸くしてお腹を覗き込むようにしながら、両手でぎゅーっと前を押すように伸ばしましょう。気持ちいい。はい、また吸ってきます。ゆっくり起こして背筋を伸ばして、吐いて丸く、結構力入れていいです。ぎゅーっと前を押すようにします。続けてみましょう。たっぷり肩甲骨あたりが伸びますね。はい、肩甲骨と背中もしっかり伸ばしていきます。しっかりとお腹を見ていきましょう。ではゆっくり体を起こして手を下ろしていきます。はい、じゃ今度は足です。ゆっくりと右足を左足の上に乗せていきます。右足を左足の上に、はい、でこれ結構辛い方もいらっしゃると思うので、はい、もしこの状態きついという方は軽くクロスしていくだけでも大丈夫です。膝もしっかりと開いて、また背中を伸ばしていきましょう。はい、骨盤を起こします。はい、じゃあ息を吸って背中を伸ばして、吐くタイミングで体をゆっくり前に倒しましょう。ぐーっと倒して、はい、でまた吸う呼吸で体を起こします。この時に背中と肩丸くならないように背筋を伸ばしたままでぐーっと倒していきます。
成田さんどうですか？すっごい痛いですお尻がここお尻がすごい伸びます。このももが伸びてれば OK、 お尻も伸びてきます。ラスト1回反対側、はい、行きましょう。もう一度吐いて伸ばします。腰痛の方にもすごく効果のあるストレッチポーズなので、はい、おすすめです。では今度反対の足も行っていきましょう、うん、はい、すごい、はい、反対の足、はい、左右差ありかも、ね、ありますよね。ちょっと硬いような気がする。結構左右差感じるかもしれないです。では同じように吸う呼吸で背筋を伸ばして吐く呼吸でゆっくりお辞儀をします。腰から頭頂まで一直線に伸ばすようにして倒れないこっち側倒れない。また息を吸って体を起こして、はい、肩の力抜いていきましょう。吐いて前屈です。呼吸も忘れないことですよね、はい、ラスト1回です。たっぷり吸って思いっきりため息を吐きながら倒していきます。ではゆっくり足を元に戻していただいて、はい、座っていきます。後ろで手をつなぎ合わせて、はい、ぐっと胸を開きましょう。はい、あ、伸びてる。右側に頭を傾けてきます。右、はい、軽くで大丈夫です。で吸って戻って反対側吐いて反対側。これ寝起きにもやりたいですはい、では楽にしていきます。最後たっぷり吸っていきます。はい、引き上げて肩を、口からため息です。ふぅ、私は、はい、以上になります。すごいポカポカしてきた。本当ですね、体全身が温かい。私少し汗ばみました。あ、そうか、はい、すごいすごい、ポカポカしますね。腰とかが伸びてすっごい気持ちいいですね、うん、このお尻、うん、痛気持ち、自然となんか姿勢もこのまま保てるというか、うんうんうん、体がなんかしっかりしたっていうか体感が、うんうん、こう椅子に座ってるのですごい簡単にもできましたし、うん、どこでもできそうな気もしますよね、はいはい、そうですね、ベッドでこれぐらいの、ね、高さのベッドですとか、うんうん、何か、ね、座るところがあればできるんじゃないでしょうか、うんうん、はい、ぜひ皆さんも効果的に使ってみてほしいと思います。そして福田さん、今後もいろんな場所でこういったヨガを行っていきたいということですね、はい、そうですね、避難所とかでもまた需要に合わせてヨガが必要な時は直接お伺いして、こう少しでもリラックスした時間を提供できるように私もやっていきたいと思いますし、まずはこう支援する側の方も健康が一番土台になるので、うん、とにかくたくさんの方に健やかになっていただいて、復興に向かって石川県全体のエネルギーとか活力の土台になっていただきたいなと思います。まずは健康第一ということですよね、うん、福田さん今日はありがとうございました。ありがとうございました。テレビ金沢では震災伝言板を設けまして、皆さんからの情報を募集しております。毎日たくさんのメッセージが寄せられているんです。本当にありがとうございます。寄せられたメッセージを一部ですが抜粋してご紹介させていただきます。はい、まずは質問からです。能登町の女性の方からいただきました。シングルマザーで両親と中学生高校生の子供と住んでいます。仕事先も被災して休業をしています。金銭面がすごく不安です。働けなくなった時の支援策はありますか？また給水以外支援物資もほぼもらわずに洗濯や買い物もしていますとのことでした。やっぱり金銭面不安ですよね。そうですよね。あとシングルマザーということですので、一家の大黒柱でもあるわけじゃないですか。こちら本当にお金の面はかなり不安だと思います、ね、中学生と高校生なんでね、これからお金がかかる時ですしね、はい、そうですね、なんか対策など支援などあれば、はい、能登町の方に聞きました、ね、まずは支援物資なんですけれども、うん、自宅にいる方も支援物資は受けられます、うん、避難所に直接行ってもらうこともできますし、または町内会長さんなどに相談してみるのもいいかもしれません、うん、先週も田中先生がおっしゃってましたけれども、本当に遠慮せずに行ってもらえればとのことです、ね、避難所に行って物資を受け取ってください、うんうんうん、そしてこんな支援の仕方もありました。被災者に最大20万円の貸し付けがあるそうです。いろんな制度がありまして、うん、各市町の社会福祉協議会へ申請していただければと思います。能登町の場合ですと、こちらの電話番号 0768-72-0000
2322にまずは電話してみるのもいいかもしれません。他にもね、いろんな支援ってきっとされてると思いますので、検索できる環境にありましたら、いろいろ調べた上で相談なさるのも一つの手かなと思います。続いて伝言です。七尾市の20代の男性、女性の方からいただきました。地震の影響で家屋に住めなくなったお年寄りの方がいます。仮設住宅に住めなくなった後に住める場所を考えてほしいという伝言でした。これに対して仮設住宅の入居期限というのが今のところ2年と定められています。ただその先住めなくなった、また生活の仕方が苦しいという方はいらっしゃるかもしれません。そういった方々に対しまして、仮設住宅から公営住宅に入居する選択もあるかもしれないとのことでした。成田さん、こちらは、ね、仮設住宅が完成するっていうニュースは嬉しいんですけれども、はい、2年って結構短いんですよね。あくまで仮設ですからね、いつかはそこを出ないといけないってことなんでね、はい、やっぱり不安は少しやっぱありますよね、入られる方も。そうですよね、お年寄りの方でしたらまた今から建てるっていう選択肢はちょっとね、はい、選べないという方も ね、いらっしゃるかと思いますので、またね、いろんなところにこう相談して、またいろんなまた選択肢が増えていくことを願うことしかできないかなっていう感じですよね。はい、続いて愛知県の女性の方からいただきました。30代の女性の方です。両親の実家が千枚田の近くにあり、大好きなものが一瞬にして変わり果ててしまった光景に自然の怖さを感じるばかりです。被災された方々の苦痛は計り知れません。県外在住の私でも何かできることがあれば行動していこうと思います。そしていつか気軽に輪島に行けるようになった時には、娘とお腹の子供を連れて私の第二のふるさとを紹介したいと思いますとのことです。なんかお子さんをまたで、ね、連れてきたいっていうメッセージは、はい、なんかねちょっと希望も持てるというか、ね、その日が来ること楽しみですね。千枚田の風景ってやっぱり本当に素敵ですもんね。はい、その千枚田もこの地震に被災して、はい、ちょっとひびが入ってしまったりっていう状態ではあるかと思うんですけれども、はい、なんとかねみんなの力でちょっとそこも復旧して、また能登の自然の ね、ま、風景を子供お子さんにね見ていただきたいですよね。はい、取り戻したいですね。第二のふるさとっていう言葉がちょっと自分の中で響いてて、はい、私もやっぱり石川県は第二のふるさとだなってやっぱり思うので、そういった景色をその次の世代に広めていきたい、伝えたいって思いはやっぱりありますよね。やっぱり私たちは今石川県に住んでますけれども、はい、本当全国の方が、はい、石川県今後どうなるのかな、遊びに行きたいなって思ってらっしゃる方が多いんですよね。はい、ですから災害ボランティアの数も県内の方以上に県外の方が、ね、登録されてるっていうお話も聞きますし、ぜひこの自然をなんとか見ていただきたいですし、ぜひこちらのね愛知県の女性のお子さんが一緒に来た時には、うん、その地震を乗り越えた力強い自然っていうものを見せられる未来が来ればいいなと思います。さあこの後もテレキンちゃんでは震災伝言版で皆さんからのメッセージを募集しておりますので、どんなことでも構いません、どしどしお寄せください。まずは水道です。6つの市町の仮復旧については2月末から3月末にかけての見込みになっていますが、七尾市内では藤橋供給点への送水が早まったことを受け、七尾市中心部が2月後半、和倉地区、石崎地区が3月中の復旧を見込んでいます。また穴水町でも穴水地区が今月中に復旧の見込みだということです。給水情報です。輪島市では輪島中学校、大空農協、富月小学校など、大谷公民館、鴻巣小学校、河原田公民館など、三井公民館、剣路公民館、門前中学校など、浦上公民館、門前公民館、失楽公民館など、珠洲市です。法隆小中学校、和歌山小学校、緑ヶ丘中学校、旧タコ島保育所などで給水を行っています。続いて停電情報です。
ご覧の合わせて2700戸で停電が続いていますが、被害の大きかった輪島市珠洲市の送電率は9割ほどに回復しています。北陸電力によりますと、一部の地区を除き、今月中におおむね復旧する見通しです。続いて鉄道運行情報です。全区間で運休が続く能登鉄道は、昨日から七尾穴水駅間で代行バスの運転が開始しました。列車は七尾能登中島駅で来月中旬に再開する見通しです。JR 七尾線は七尾駅から和倉温泉駅までの区間について、こちらも来月中旬の復旧を目指すとしています。そして奥能登と避難先などになっている金沢市を結ぶ特急バスが運行しています。バスは臨時のダイヤで合わせて1日4往復運行します。乗車は被災者とその親族が優先で、運賃はおよそ1ヶ月間無料だということです。続いて自衛隊による今日の入浴施設の状況です。輪島市では富月小学校、輪島中学校、道の駅赤神は今日は男性のみとなっています。珠洲市では上戸小学校、放流小中学校など、能登町は松並中学校など、穴水町は穴水総合病院と旧兜小学校です。七尾市では中島小学校、辰浜地区コミュニティセンター、鹿町では熊野交流センターと B&G 海洋センターで入浴ができます。そして被災した家族を安全なところへ避難させたいなど、二次避難についてのお問い合わせはコールセンターがございます。0120-266-755、0120-266-755、こちらは午前9時から午後6時まで対応しています。そしてこちらは被災者のための総務省による災害専用フリーダイヤルです。電話番号は0120-776-110、0120-776-110です。被災された方に対する支援などについての相談を受け付けています。被災した事業者の相談窓口が開設されています。経営相談、補助金、融資、公用維持に関する支援策の活用など、さまざまな相談に対応します。コールセンターは9時から18時までで、電話番号は0120-330-955、0120-330-955です。対面による相談は、地場産業振興センター新館1階で対応しています。